今回は1933年9月8日の金曜日にアメリカのソルトレイクシティで出版されたデザレットニュースという新聞にニコラテスラについての記事がありましたのでご紹介いたします。目に見えるものは目に見えないもの。今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。キャロル・バードによるニコラテスラへのインタビュー。まもなく新たなパワーが解き放たれる。発明家であり物理学者であり世界をリードする電気技術者の一人であるニコラ・テスラは、男性の効率と業績年齢を重ねるごとに低下するのではなく増加するべきであるという彼の理論を証明するために、78歳になってもなお忙しく3つ4つの偉大な科学プロジェクトに取り組んでいます。これらの発明や発見のいくつかは多くの人々に奇跡とみなされるでしょう。テスラ氏は長い間時代の何年も先を行く科学者であり、その高度な理論によって狂人と魔法使いと交互に判断されてきました。人々がコペルニクスの惑星系理論を嘲笑したように、無教養な人々は数年前宇宙船に関するテスラの発表を嘲笑しました。テスラ氏のような先駆者たちは常に大衆から非難されています。ニコラ・テスラは背が高く痩せ型で禁欲的な顔つきと深い目を持ち、その表情は多くの人々には理解できないほど大きな仕事に集中していることを示しています。彼は長年の研究の末に発見した新しい、そして枯渇しないエネルギー源を一部実現し、現代物理学を革命づけました。同時に彼は高齢になってもこのような偉大な発見を可能にする自分自身のエネルギー源に触れました。彼はこれらの深い源をどのようにして採掘しているのでしょうか。77歳の時点でほとんどの人が日向ぼっこをして膝にショールをかけているか、残念ながらお墓の下で眠っている中、なぜ彼は健康で鋭い精神、異常な活力、そして精神力を持っているのでしょうか。テスラ氏は交流電力伝送および無線、そしてテスラコイルの父とされています。彼は驚くべき新しい科学的発見について尋ねられた際、そのうちの一つは思考の撮影に関するものであり、これは彼が主張するところによれば大きな社会革命をもたらすだろうと述べました。彼は言いました。私はまだプロジェクトの詳細について述べる準備ができていません。なぜなら私の発見が公式に発表される前に事前にそれらを確認する必要があるからです。私は基本原理の開発に多くの年月を費やしてきました。電力開発に関わるエンジニアの実務的な観点から見ると、最初の投資は比較的非常に大きいでしょう。しかし一度機械が設置されれば無期限の機能活用が期待でき、運用コストはほとんどかかりません。私の発電機は最もシンプルなもので、単に鉄、銅、アルミニウムからなる大きな塊で、静止部と回転部が特異的な方法で組み立てられています。私は電気を開発し、今では普遍的に確立された交流システムを使って遠くまで送電する計画です。直流システムも採用することができますが、これまでに絶縁されなければならなかった送電線の難題が克服されればです。このようなどこにでも入手可能なエネルギー源は人類が直面する多くの問題を解決するでしょう。私の交流システムは3000万馬力の水力を利用する方法となっており、世界中で現在進行中のプロジェクトがあり、その量を最終的に倍増させるでしょう。しかし残念ながら現在のニーズを満たす十分な水力がなく、あらゆる場所で発明家や技術者が追加のエネルギー源を開発しようと努力しています。原子の分裂がこの新しいエネルギー源につながるのでしょうか。テスラ氏にお答えいただきましょう。一般の人々は原子力を利用することによる大きな革命を期待していますが、それは幻想です。原子力は仕事には利用できません。私は
数年前に容量2000馬力と1800万ボルトのテンスの装置を操作しました。その装置で数兆の原子がわずか数秒で粉砕されました。あらゆる種類の強力で破壊的な光線を生成しましたが、理論によれば原子構造の破壊によって解放されるはずのエネルギーの痕跡は見つかりませんでした。過去30年間、私は仲間の科学者たちにこの分野では特定の効果が期待できるという警告を続けてきましたが、それは原子構造の変化によるもので、それぞれの価値があるかもしれません。彼が長年調査してきた新しい形のエネルギーは、世界中のどこにでも無制限の量で利用でき、それを利用する機会は5000年以上持続するだろうと述べましたが、具体的な時期については予測できないと述べました。数年後、おそらくと彼は言いました。テスラ氏は主要な仕事に集中しすぎないように、いくつかの他のプロジェクトに取り組んでいることについて話しました。彼はもう一つの興味を述べました。それは非常に劇的で想像力をかきたてるものであり、おそらくほとんどの人々にとって革命的すぎると思われるでしょう。しかしテスラ氏が指摘するように、テレビやラジオ、飛行機のアイデアも初期の段階では嘲笑されていたことを忘れてはなりません。テスラ氏は穏やかに発表しました。私は思考を撮影することを期待しています。人生の計画の中で些細なことに取り組んでいる人が雨が降ることを発表するのと同じ口調で、テスラ氏は続けて言いました。1893年、特定の調査に従事している間、私は思考の中に形成された明確なイメージが反射作用によって網膜上に対応するイメージを生み出す必要があると確信しました。そして適切な装置によって読み取られる可能性があります。それが私をテレビジョンシステムに導いたのです。その時点でそのシステムは発表されました。私の考えは、見た物体の画像を受け取る人工の網膜を使用し、視神経と再生の場所にもう一つの網膜を置くことでした。これらの二つの網膜はチェッカーボードのような様式にいくつかの別々の小さな部分で構成され、いわゆる視神経は地球の一部に過ぎませんでした。私の発明により、何十万もの異なる刺激を、まるで私が多数の独立したワイヤーを持っているかのように、地中を通して干渉なしに同時に伝達することができました。私は移動部品や操作装置、または陰極線という種類の移動デバイスを使用することを考えていませんでした。このようなデバイスの使用を当時の私の講義の一つで提案しました。もし思考が網膜に画像を反映するのであれば、それを適切に証明して写真を撮影し、その後一般的に利用可能な方法を利用して画像をスクリーンに投影するだけの問題です。もし成功すれば、個人が想像するオブジェクトは形成されるときに画面にはっきりと映し出されるため、個々の思考が読まれるようになります。我々の心はそのように実際にオープンな本のようになるでしょう。新エネルギーの利用、テレビジョン、そして思考写真に関する彼の発見に加えて、テスラ氏は無線通信における最も厳格なプライバシーを確保するタイプの無線送信機を生産するために取り組んでいます。また彼は分子物理学の重要な発見を開発しており、これらは金属学の科学を革命し、金属を大幅に改善するでしょう。新しい科学的発見に関する議論の後、テスラ氏は個人的なエネルギー源と彼が人生の真の価値と考えるものについて話しました。テスラ氏は述べました。人生における最も基本的であり、また最も悲しい事実の一つは、フランスのことわざでよく表されています。
自由に翻訳すると、若者は知識を持ち、老人は行動する力を持っているという意味です。老年期の体と精神の状態は単に若い頃をどのように過ごしたかの証明に過ぎません。私が今日自分自身の強さと活力の秘密を持つのは、若い頃に美徳の生活と呼べる生活を送ってきたからかもしれません。私は決して浪費しませんでした。私は若い頃、その古いフランス語のことわざの意味をよく理解していました。とはいえ、自分の夢を実現したければ、自分の情熱と食欲をコントロールしなければならないということを理解していたかは疑わしいです。この考えを踏まえて、かなり若い頃から私は自己を鍛えることを始め、自分が健全で価値ある人生と考えるために生きるためのプログラムを立てました。私は何よりも仕事を愛しているため、死ぬまで仕事を続けたいと思うのは当然のことです。休暇も望まず、労働からの中断も望みません。人々が自分の性格に適した仕事を選べば、世界中の幸福は計り知れなく増加するでしょう。多くの人々は人生の短さに悲しみ、落胆します。何かを達成しようとしても何の意味があるのか、と彼らは言います。人生は短い。私たちは仕事の完成形を見ることができないかもしれません。まあ、人は努力すればかなりの長さで自分の人生を伸ばすことができるでしょう。人間は短すぎる墓への道をたくさん作ります。私たちは第一に食べ過ぎていますが、これは以前に何度も聞いたことがあります。そして私たちは間違った種類の食べ物を食べ、液体を飲んでいます。ほとんどの害は食べ過ぎと運動不足によって引き起こされ、体内に有害な状態をもたらし、蓄積された毒素を排出することを不可能にします。私の健康的な生活と食事法、まず第一に、私はたくさんの牛乳と水を飲み、なぜ過度な負担を体にかけるのでしょうか。私は1日に2食しか食べません。そして酸を生成する食品は全て避けるようにします。ほとんどの人があまりにも多くの糖分およびその他の尿酸やその他の毒素を含む食品を食べています。私は新鮮な野菜をたっぷり摂取し、魚や肉は控え、そしてめったに食べません。魚は優れた脳の栄養源として知られていますが、非常に強い酸性反応を示します。なぜならそれは多くのリンを含んでいるからです。老年期に戦うべき最も悪質な敵は酸性です。いかがでしたでしょうか。ニコラテスラの話を通じて、我々はただ技術的な発明だけではなく、人間の精神とその可能性についても深く考えさせられました。テスラは自らの生活哲学を実践し、その結果長寿という形での報酬を受け取りました。彼が追求した独自の食事や健康法、仕事への情熱、そして常に前向きな思考は、現代人にとっても非常に参考になります。テスラの残した科学的遺産は計り知れないものがありますが、彼の生き方から学ぶべき教訓も同様に価値があると言えるでしょう。テスラの人生は常に学び、探求し、そして自己を超えていくことの大切さを我々に示しています。彼のような偉大な先駆者が残した知識と知恵は未来への架け橋となり、次世代の発明家や科学者たちにインスピレーションを与え続けるでしょう。ニコラ・テスラの物語は、夢を追い求める全ての人々への永遠のメッセージとして今後も語り継がれるに違いありません。